はい、整体師の石井間です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日はですね、腰痛のストレッチとか運動方法とかっていうお話は一切いたしません。興味のない方は閉じてください。今日はですね、非常に嬉しいことがありましてですね、そのご報告っていうところでさせていただきたいなと思います。それはですね、YouTube のですね、登録者数が70人いきました。はい、っていうところで、70人っていうとね、結構少ないと感じる方も多いと思います。まあ、何万人、何十万人、何百万人とですね、YouTuber の方はですね、非常に多く、登録数がいますけども、まあ、70人っていうことですけども、私のですね、発言であったりとか、言葉とか、あとは考え方が、登録者の方にはですね、勝手に行くようになってると思いますから、そのね、人たちにこういう風な情報が提供できるっていうことは、非常に私自身嬉しく思っています。もちろんですね、それが役に立つとかね、体が良くなったとか、まあ軽くなったとかね、あとはその情報をお友達に教えて、お友達の方に良くなったとか、ってなってくると、もっともっとね、影響力が増えてくると思いますんで、まあ、僕は非常に嬉しいなと思っています。それだけね、少し動画を撮ってですね、皆さんの役に立てればですね、まあ今まで改善できなかった痛みであったりとか、不調であったりとか、あとはまあ最近であれば食事の面であったりとかね、ダイエットの面であったりとか、運動の方法であったりとかっていうところもね、どんどん配信していますので、まあもっともっと幅広い方にですね、情報をね、発信していって、その情報が少しでもね、皆さんの健康のために役に立てばなぁと思って、やらせてもらっています。はい、本当にですね、今年も今もう11月になってきまして、今年中にですね100人まで頑張っていきたいなと思ってますんで、ぜひ皆さんね、友達とかいたらですね、進めてもらいたいなと思います。はい、まあ本当に自分のですね、情報っていうところね、勉強したことをですね、皆さんに発信していって、それが本当に役立てば、まあ、少しでも役立てばいいなと思ってますんで、まあ、気軽に見ていただいてですね、役に立てばいいねボタンとか、あとはコメントとかね、どんどんもらえたらなと思います。はい。今日はですね、その嬉しさのあまりですね、この動画を撮らせてもらっていますので、ぜひ皆さん今後ともよろしくお願いいたします。そして新しい方もね、ぜひ見てくださいね。はい。じゃあそしたら今日は動画はこれで終わりにしたいと思います。はい。動画ですね、いいなと思ったらいいねボタンお願いします。あとはね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、そしたら今後もね、どんどん情報を発信していきますんで、ぜひ見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。